前が今伸ばした木の枝も生命だ。ならば数センチでも傾けばその枝をカビは襲う。私に絶望の表情をよく見さるんだ。希望が尽きて命を終える瞬間の顔を。絶望を私の方に向けながら落下していけ。ベネ、狙って蹴り上げたプロペラへの角度はぴったりだった。生物が故に木の枝はカビに破壊された。だが根元から折れた枝はもう生命ではない。ただの材木だ。お前が破壊したから木の枝は弾丸に戻った。ところでお前がぶちまいていた幸福論だが、こうして今のお前を見ても幸せなんか全然感じないぜ。お前には最初から勝っていたからだ。いらぬ心配かもしれないが、確かチョコラータと名乗っていたっけか。やつはひょっとするとお前、死んだふりをしているな。確かに正直言って今僕の右肺には穴が開いている。鎖骨した静脈が切断され、肋骨が4本、右上腕骨、右手骨が砕けている。そこまで素早く登っていけるかどうか怪しい。だが僕のスタンドはゴールドエクスペリエンス、射程2メートル以内の近距離パワー型。一瞬早く叩き込めば確実にとどめを刺すことができる。一つの選択だ。さあどうする。今から登っていくぞ。そこへ近づくんじゃねえぜ。後ろ見ろこのマヌキが。ミスタとカビを人質に。このアホが、おめえがベラベラやってる暇に木の陰から左腕をぐるっと回り込ませたのに気づかなかったやだな。これからミスタの喉をかっ切る。俺を追跡したらもうミスタの治療はできなくなるぜ。ミスター、やはり俺の勝利だ。喰らえ。確かに喋ったのは時間が欲しかったからだ。さっきお前をぶち抜いた弾丸が成長してお前の傷穴に帰るのを待つ時間がな。お前の頭に残った破片は弾丸を引きつけてクワガタに戻った。プロペラを狙って蹴り上げた時与えといたんだ。ゴールドエクスペリエンスの生命をな。お前が死んでようが生きてようが、お前のとどめを確実に刺すためにな。先にじっとしてれば見もしないって言ったくせに。自分を知れ。そんなおいしい話があると思うのか、お前のような人間に。なんてひどい野郎。無駄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 無